他ではないからやっぱり食べたくなる。この味はどこ行ってもここしか食べられないから最初はこうインパクトバーンってスキーの代わりに売っちゃうんです。ついよって知られます。我慢できなくて分かるんです。ニンニク効いてて味噌ラーメンは自家製たくあん、珍しく連休なのに車通ってないの。中日なのにさ、もっと普通通るのにびっくりするぐらい通ってないからさ。週末ですけど、お客様ってどういう方が多いんですか。どうなんですかね、聞いてみてお昼1時ぐらいに、変な時間にちょっと混んだりするのは多分ね、スキー帰りのお客さんが多いのかなとは思いますけども。スキーの方もやっぱりいらっしゃるんですね。そうそうそう、遅込みなんですよね。スキー場の帰りに寄る方が多いみたいで、多分午前中まで滑ってこうちょっと降りてきて食事される方が多いんじゃないかなと思います。この近くにそのスキー場がある。もうちょっと上にね、あの赤倉スキー場とかスキー場いっぱいあるので、そちらからの帰りの方が多いんだと思います。最近の人って多分ね、娯楽がいっぱいあるから、昔ほどスキースキーって感じでもないんでしょうね。私たちの年代はスキーは言っていったもんだけど、いろいろね楽しいことあるから。そうですね。味噌ラーメンがメインの商品。そうですね、うん、ほとんどの方が味噌ラーメン食べますよね。いらっしゃいませ。機能的でどうぞ。よくいらっしゃって。あの年に2回ぐらい。味噌ラーメンが有名だと思うんですけど、どういう感じの。独特だからね、玉ねぎの甘みだっていうのは他ではないからやっぱり食べたくなる。昔から知ってるもんです。やっぱり美味しいですよ。もう昔からじゃ通ってらっしゃって。そんなもんですよ。この味はどこ行ってもここしか食べられないから。野菜いっぱい入ってるし、ニンニクも効いてるし。味噌味噌っていう味じゃないですよね。スープにすごい甘い。
いかがですか、お味の感想とか。ここの店舗に来るの初めてで、その時味噌ラーメン食べたんですけど、やっぱり美味しいなと。他のお店とどういうところが違うとか、なんか感想ありますか。あ、もやしがすごい肉とか入ってて、なんか味噌ラーメンとかチャーシュー乗ってるとか、そういうのが多いと思うんですけど、また玉ねぎもすごい食感があって甘いね、甘くて美味しい。めちゃめちゃうまかった。なんかどんな感じのラーメンとか、なんか感想ありますか。思ってたよりも、結構しっかり濃かったんですけど、なんかさっぱり食べられるのに、コクがあるのに、なんか思ったより量食べれる。奥様はこの地元で、地元の方にとってミサって どういうお店とか。いらっしゃいませ。で慣れてみて、他の店でもちょっと違うなって。これは逆で、こっちの方が変わってる味なので、最初こうインパクトがバンってやっぱたまに食べたくなる。白味噌と言うんですけど、言ってるんですけど、説明するために私どもも白味噌って言うんですけど、なんかその特殊な作り方で、本来の作り方で言うと白味噌じゃない通常の味噌の作り方らしいんですけど、それも特殊な技術で、早く発酵させることによって、独特のさっぱりさとその深い味わいが出るような、その味噌の作り方をしているものになりまして、で、創業当初から地元 その太田醸造という味噌蔵さんに、特注をして作ってもらっているというふうに聞いています。麹菌も京都から取り寄せていて、で作り方 もう全部手で、その木桶で麹から作ってるっていうふうに聞いてますので。具材としてはどんなものが入ってますか。具材はすごくシンプルで、玉ねぎともやしとひき肉だけですね。もとさっと具が入ってる。そうですね、はい。大体こう波でぐらいの波だと、L 大の玉ねぎで1個以上は入ってます。はい。
大盛りだったんですけど、普通盛りでよかったかな。全然冷めなくて熱くて。ちょっと口の中やけどするぐらい、ずっと暑さがね、続くラーメンってことがあまりないから美味しかったです。味噌半玉のチャーハンセット。まあ、どうやってこのザル工場まあ、こういう冬の時期ですと昔から来られてるスキー客の方ですとかがやっぱり冬だと多いですね、はい。まあ、ゲレンデでね、冷えて体が冷えた後に寄られるとかルートになってるみたいですね。ただ帰りがね、めちゃくちゃ眠くなるので高速とか運転気をつけたとかあれですけど。通ってる理由ってどういうところなんですか？うまい、美味しくて、そうスキーの帰りに寄っちゃうんです。つい寄ってしまいます。我慢できなくて分かるんですこんな感じで。こんにちは。
白髪とかいて、この人たちがうまいこと噛み合わなくて、すごいいい食べっぷりで、そうです。ラーメン の感想とかいかがですか？ニンニク効いてて、で私も地元がここなので、そうです。でも昔からずっと食べてて、そう、味噌ラーメンは向こう。他のお店とどんなところが違うんですか？どちらかというとここはなんかちょっとあっさりな感じで、今日月帰りなので本当にもうラーメンともうチャーハンまでも食べたいって時はちょっと若干あっさりに残っちゃうそうで。どの辺のスキー場に？あ、そうです、赤倉のところに大体お決まりコースです。体にこもって染みで来るんです。30m どの辺のスキー場に行かれたんですか？赤倉観光ホテル。スノーボードを生まれて初めてチャレンジしました。他のお店との違いってどういうところが違うんですかね？白味噌ラーメンってないよね。味噌ラーメンって赤普通の味噌とか赤味噌ラーメン、あっちの乳味噌さんと比べて、もやし少なめ、玉ねぎ多めなイメージですね。こっちの方がなんかこう、ニンニク強めのガツガツエネルギーしながら、こっちなんかあっさり、思ったより食べれた、食べやすくて、ラーメンっぽい。なるほど。近くに、乳味噌っていうお店があると思うんですけど、乳味噌さんは、簡単に言うと、私どもの親戚数に当たるんですが、中田美さんの娘のうちの一人が、おかみさんとしてやられてた店ですね。はい、会社としては別なんですが、使ってる味噌ですとかっていうのは、はい、同じものを使っております。なので、味噌は同じなんですけど、あちらも自家製麺でやっておりますし、向こうの乳味噌さんが好きっていう地元の方もいますし、うちの味噌が好きっていう方もいらっしゃるので、いろいろこう地元で、そういう好きでこう派閥があるというんですか、乳味噌派と味噌派みたいなのがあって、その入社の方とは交流はあります。あります、はい、特にそのバチバチの関係、バチバチではないです、はい、皆さんそれをこうね、そっちの方がなんかこう習慣史的な感じであれですけど、仲良くやらせてもらいます。お願いします。味噌瓶一つ、はい、塩の大盛りです。玉ねぎ
手です。あと1個でもうないんだけどさ。本当に休む暇ないですね。まだいい方ですよ。道の駅にもお店あると思うんですけど、はい、違いとかあるんですか？メニューはこちらの方はずっと少なくて、定食もないのでほとんど麺がメイン。私ホール一人なもので、あの券売機になってるので生産とかはしなくていいから、その分5月連休とかお盆はもう死にそうです。私ひどいわ。道の駅は人数が多くてね、ガーッとできるけども、一人だともうお客さん待たせる時もありますね。普段はほとんど3人で、社長のスパルタで。少人数で。そうですね、まあ、本店はもう少数精鋭です。立ち見屋さんがないと本店はもう回らないです。もともとこの道の駅をフルで回してた人間なんですよ。リーダーでずっとやられてたんで、ね、この40席余りを一人で回してますから、もう代わりの人間がいないんです。それがネックですよね。まあ、もしチェバーさんがいなくなったら 2.5 人ぐらい必要だと思います。それこそこの放送されたら引き抜かれちゃうんじゃないかな。味噌半玉カツ丼セット1つ、味噌半玉チャーハンセット1つ、味噌チャーシュー2つです。すごいですね。美味しそう。美味しいよ。野菜味噌味。大盛り。いただきます。味噌半玉チャーシュー丼セット1つ、カツ丼1つです。カツ丼ってやってるよね。今かかってる。野菜具作り、はい、麺冷やしておいて、はい、伸びちゃう。テーマソングオリジナルのもの。オリジナルです。食堂みさん、はい、全部ご自身で作る。自分のオリジナルです。なんかそういう活動されてるんで。はい、はい、そうなんです。自分もともとちょっと音楽活動してて、でまあ、それで作ってくれないかって社長が。コロナになる前まではずっと音楽で食べてたんで。ちなみに音楽っていうのはどういう感じの音楽を？ジャンルはレゲエです。レゲエとかヒップホップです。活動してるお名前は？シバヤンキーって言うんです。30年近くやってるんで、まあ、古いスクールオールドスクーラーなんですけど。標高高い身をこわらい
南波山のふもと海水浴スキーにスノボ春夏秋冬腹ペコになった人々地元民のソウルフード。本店浜や荒い道の駅喜び誇るぶ君の目に遠い記憶のノスタルジーを思い出す母の背におぶさる日。5周年以上変わらぬテイストを提供いつでも請求心の栄養ナイスロケーションウィキシチュエーション皆が立ち寄るフォトステーション。もやし玉ねぎ愛情たっぷりニンニクひき肉きかせがっつり甘さとコクのカップリンハイワンツースリー You are hungry yes 西東南北の人試しに食べてほしい味噌の味噌塩に野菜に醤油にカレーどれもイケてるご賞味あれ包まれてる極太の愛紡がれてくお袋の味お年寄りから子供までハマりみんなにこり心晴れ渡り。ミサイコミサ最高ミサイコミサ最高ここがミサここがミサ栄養こだわりさこだわりさ。ミサイコミサ最高ミサイコミサ最高ここがミサここがミサ栄養おかわりさおかわりさ。一度食べたらやみつきみんな大好き納得打つ相づち盆正月故郷の風物詩このエナジー注入唯一無二麺類普通に大盛り半玉おにぎりちょうどいい丼定食ボリューミー一品料理もご自由にホルモンカツ丼オロトンチャーハン餃子セピアのモノトーン蘇る味覚の記憶ビジュアル的にも魅力お腹空いたらミサイコミサ最高ミサイコミサ最高ここがミサここがミサ栄養こだわりさこだわりさ。ミサイコミサ最高ミサイコミサ最高ここがミサここがミサ栄養おかわりさおかわりさ。漂う郷愁同じ境遇雪深い土地で触れ合う交流他県遠距離の人でも共有通販購入自宅へ保有いち早く胃に染み渡る満たされる癒される高なる胸中気分は遥か上空。はい、でいずれ自分もここで修行して独立するっていうのが目的だったのでいろんなとこ見た方がいいっていうことで経験させてもらって今最後ここに来て。じゃあ今後はご自身で開業。そうですね、そうですね、そのつもりです。さっきちょっと曲も一通り聞かせていただきました。めちゃくちゃかっこいいですね。ああ、そうっすね。結構アンダーグラウンドの世界でやってきてるんで、ずっと働いてる姿とは全然違う感じで。ああ、もちろんそうです、もちろんそうです。道の駅もすごく、もう100万回ぐらいはまあありますので。し、あとね、そのコメントでね、やっぱ従業員も見てて、なんかやっぱ嬉しいコメントがいっぱいあるから励みにしてました。この辺は結構見ていただけると。だいぶ
2、3人分の働きをされたような社長、3人分の給料そうですね、単純計算で、じゃあそこはトン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 ト